今日はねご覧のように乾燥の状態ですな。この後まだどなたかいらっしゃるかどうか。久しぶりのソロキャンプ、久しぶりの一ノ瀬です。水を汲んできました。いやここね水場がね下なんでねしんどいっすわ。さてと、やっぱりね虫が多いです。タッツンさんだったかな、虫が非常に多いですということだったので、防虫スプレー、バグスプレーかけてきます。これで少しは持ってこないな。エータープを貼るのに、一つ木を利用してもう一箇所はトライポッドを組んで、それにリジラインを渡して、でエータープを貼ってその下に、カヤテントっていうんですかね、メッシュタープ、メッシュシェルターをつけます。ミントが効きすぎ、目痛い。でそのトライポッドを利用してね、トライポッドチェアを作ってゆっくりしたいと思いますが、さあ今2時ですから 1,2 時間でそれが全部できるかどうか。あとはね今回は管理人さんがねお風邪を召されているんで、あの重い薪をねここまで一人で何回も往復して持ってくるわけにはいかないので、この現場で薪は調達します。管理人さんにね、薪はどの辺のやつを使ってくれと言われてますから、それを使って、薪も全部自己調達で、直火ですけどね、ちょっと今回はね周りが結構惨憺たる状態なので、まあ自分だけでもね、ちゃんとしたきっちりとした火をファイアプレイスを作ろうと思います。と言ってもね完璧なんかありませんからね、まあとりあえず作業かかります。で今日はナイフはねこいつを持ってきてます。
バークリバーの、アドベンチャー3、の筆下ろしなんて下品ですね。お初です。現場で使います。トライポッドになりそうな木を探してるんですけどね、結構いっぱい倒れてはいるんですが、みんな湿っててね、加工がしづらそう。それと薪にするにもちょっと湿ってるかな、みんなな。ちょっと今回は苦労しそうですな。
て動物が掘った跡かな。人が喋るで掘ればもう少し根が切れるしな。動物っぽいですね。ちょっとやだな。場所変えましょう。先ほどの動物がね、根元を掘ったような木、これをね、逃げて違う木に結びます。まあね、あまり離れてないんでね、もしそこに何か目的があって動物が来れば一緒なんですけどね。まあとりあえずこっちにします。
と斜めってるな、やっぱり。よいしょ。さあ、今日はですね、暑いということで、ベビーサックの中にフリースブランケットだけですね。あとは、スリーピングマット。さあ、この斜めってると倒れるかな、滑り落ちるかもしれませんけどね。暗いミットをこの中に入れて、パッドから落ちないようにしようと思います。出入り口と方向が逆なんですけど、何でしょう、そっちから出入りする一緒ですからね。さあ、さてと、もう一つトライポートを作って薪を集めないと。
邪魔するよ。世話になるよ。エアプレイするだろ。今6時45分もうすぐ7時ですね。日が長いっすな。さあそろそろ飯を作んなきゃいかんのですが、ここのところね、ちょっとコラボだったり、それから初心者の方をお連れしたりということが多かったので、いろいろ料理を作りましたが、今回はですね、非常にシンプルに、一人ですんでね、一応うちから作ってきました。この乾燥食材、ディハイドレート食品、今回持ってきましたのは牛丼とスパゲッティミートソース、それと、チリビーンズですね。これをね、お湯で戻すだけ。まあ少し煮ますけども。チリビーンズはね、まあ実際現場で作るやつを冬やりましたけど、あれと同じものをね、作って乾燥させて軽く持ってきました。これを戻して食べます。まああとはね、まあちょっと少しだけ贅沢っていうことで、ソーセージもね、一応まあ、これね、ハラペーニョのソーセージ、すごい辛いやつなんですけど、これとワインで、最後はこのチリビーンズかスパゲッティミートソースで仕上げてみようと思います。
さあチリビーンズができましたので湯蒸しにします。その前にね、せっかく開けたワインいただきます。では乾杯。ああいいですね、うまいっす。さてチリビーンズの方はどうでしょうか。うん、いい感じに仕上がってますよ。うん、元のちゃんとしたチリビーンズに戻ってますこれもね、3週間ほど前に作ったチリビーンズで、まあ作ってすぐに乾燥はさせてるんですけど、作って乾燥をさせて、ですぐに一応冷蔵庫ですね、なんていうのかな、パーシャル冷蔵のところですね、そこに入れて3週間ほっといたやつですけど、普通に美味しく食べられます。今日クラッカー忘れちゃったんでね、ちょっとそれも残念だよ。豆も柔らかく煮えてるし、ひき肉もちゃんとね戻ってるし、美味しい。うん、それとこのワインね、さっき画像を撮ったんですけど、線を抜くところね、あの音声が入ってなくて、実はですね、この山梨ったらまあワインが有名ですからね、で前回のプロカメラマンの方とね、ワインを飲みましょうっていう話だったので、今回もワインにしたんですけども、コルクスクリュー栓抜きを忘れたんですね。でさあどうしようかということで、思いをして持ってきたせっかくのワイン、飲まずに帰るのも尺なんで、なんとかして開けたいということで、昔見たね動画でライフハックみたいなのがあったんでね、それをちょっと思い出しまして、それでやってみました。コルクスクリューがなくても開くんですね。これはね、同じ原理かどうか分かんないんですが、一升瓶の中にね、水が半分とか8分目入ってるやつを口の方からこうやってポンと叩くと、お尻がポンと割れるっていうのがあるんですけど、そういう技っていうのかな、まああれの逆ですね。ワインのあの瓶の底っていうのはこういうね、くぼんでるんでね、まあそこを利用するのか、それとも内圧を利用するのか、ただねワインを振るんでね、叩きつけるから、まあ、瓶が割れないようにしなきゃいけないのと、で割れないようにするのには、今日はあのシットパッドをね、ちょっと10センチばかり切って、10センチ幅ぐらいに切って、それで包みましたけど、なければね、靴を瓶の底に履かせて、それで靴と一緒に叩く、これが動画でやってたやつかな。
結構簡単に開きます。コルクスクリューを忘れた方、ワインをせっかく飲もうと思って、ぜひお試しあれ。開けますよ。で結果ね、このここに穴が開かないんで逆にいいかも。ただワインを振っちゃうっていうところがね、まあいいのかどうか分かりませんけど、まあ私は別にワイン通ってわけじゃないので、その辺は気にしないで飲めりゃいいと。そろそろソーセージができるかな。ソーセージもいい具合に出来上がりましたよ。さあこのソーセージは辛いんです。うまいけど辛い。うん、このワインに合うな。8時半です。まあ飯も終わったんでね、ちょっといつもの一服やりますか。いつもの一服と出酒です。スキットルにレベルリザーブを入れてきました。これでね気持ちよく寝られるといいんですけど、今日はね鹿がね、前回もそうでしたけど、まあここは鹿が多いんでしょうな。管理人さんも言ってたけど鹿が結構出てくるよって言ってましたね。乾杯。うわ、はあ、おー、しみる。管理人さんのご夫婦、風邪をひかれてるようでね、ちょっと心配ですけど、大丈夫ですかね。それで今日はね、寒ソロではないですね。午後、夕方、この第三に薪を取りに来られた方いらっしゃいましたから、多分第2の沢の近くかな、いらっしゃるようです。多分明日水汲みに行った時に分かると思いますけど、さあね、天気は不安だったんですけど、今月が出てます。月末なんでね、あんまりそう悠長にはしてられないんですけど、できれば明日もう一泊してから帰りたいですね。特別何か連絡が入らない限り。で、この第三電波がつながるようになってますね。去年の秋つながらなかったと思ったんですけど、
4G でフルにアンテナのインジケーター立ってますね。で、LINE も通じるし、通信環境良くなったみたいですね、この一ノ瀬は。まあ 4G なんですけども、明日はね、この焚き火のトライポッド、ちょっと木がね、パンクウッド風なので、あまり保持力がよろしくないので、この焚き火用のトライポッドも作り直し、それから薪をね、もっと集めなきゃいけないですな。では、これが終わったら寝ます。おやすみなさい。おはようございます。2日目の朝ですけど、今日も曇りですね。今日一日持つかどうか。明日は雨撤収かな。できりゃ降ってほしくないですけど、最悪の場合は重い装備になりそうですね。せっかく食材減らしても。昨日はね、この大さんの、いらしたことがある方はご存知だと思いますけど、すり鉢状になってるんですね。で、私はそのすり鉢の上の方にいるんですけど、そのすり鉢の反対側、夜12時だったかな、鹿がね、わりかしおとなしい鹿が2頭、すり鉢の反対側の方に来てましたね。目が光ってるんでね、すぐわかるんですけど、でちょっとライト当ててみたんですが、姿は見えないですけど、目だけね、見えて、鹿ですね。
まあでもそれ以外はそんなにうるさく鳴くこともなかったですけど、でも結構うろうろしてたのかな、仕事もしてたから。でもね、昨日は疲れてたせいかぐっすり眠れましたね。って言っても3時間ごとに目覚めたかな。3時間ごとに目覚めてトイレに行って、まあ比較的平和な夜でした。で、このシェルター張ったところはやっぱり多少傾斜がついてるんでね、少しずつだんだんと足元の方にずれていきましたけど、それでね、今回はクライミットのインスレイテッド V、わりかしね薄めなんですが、インスレイテッドとなってますから断熱素材が入ってるんですけどね、まあちょっと見分からないんですけど、薄くて、ですけどね、これ1枚で十分でしたね。いつも銀マットを敷いたりしてたんですが、まあ冬ですからね、寒いんでしてたんですが、今回はなしで、それだけでしたけど、それと、一応まあ雨も予想されてたんで、ビビーサックに、フリースのブランケットで、中に一応ね薄い、サマーダウンのサマーブランケットいつも使ってるやつですね、をもう入れてました。でね、ちょっと寒かったんですよね。温度はね10度だったんで、そんなに寒いあれじゃないんですけども、一応安全のためにウルトラライトダウン持ってきてたんですが、一応それを着ました。ですけどね、まあぐっすり寝てるときはまあそれほどでもないし、起きたときにちょっと寒かったんでね、来ましたけど、まあこのパターンは10度が限界ですな。しかし10度っつってもね、吐く息が白かったんで温度計が信頼できないかもしれないですけど、さあ朝飯はですね、今回もシンプルにオートミール、ちょっと大人のふりかけをかけて、それで済まします。コーヒーはちょっといいのをね飲ませていただいて、さあトライポッドのね足をね、いいやつを少し 探したいですね。今回はね、豚味噌、豚味噌のそぼろふりかけ、ちょっと湿気があります。
うまい。で、夜になってリラックスするために酒飲んだりいろいろするんですけどね、それがかえって疲れてる胃に良くないと見えて、結構胃も疲れるんですね。でまたあのワインがね、やっぱりちょっと安いのかなといってもそこそこのお値段するんですけど、今朝はちょっとワインが残ってますね。頭痛い。俺やっぱワイン合わねえのかな。普段はビール、まあウイスキー、バーボンは飲むんですが、あとはウォッカとかテキーラとかね、ああいう透明系のお酒といっても日本酒もいまいち、まあ飲みますけど、日本酒より焼酎の方が翌日残んないですね。だから上流系のお酒に私は合ってるようで、仕込んで寝かせるような醸造系のお酒っていうのはちょっと残りますね、やっぱりね。でそういう時にね、このオートミールはすごくいいんです。腹に優しいし、うまい。こいつは助かります。と突然ですが、ただいま帰路に向かっております。仕事の電話が入りましてね、急遽、帰ることになりました。
今回のキャンプは2泊のつもりだったんですが、1泊で、バタバタと、帰ることになります。ゆっくりしたかったんですけどね、昼前に急に連絡が入りまして、明日の朝一にどうしても行かなければならんことができてしまいましたので、これで一旦帰ります。今回はね、一ノ瀬高原キャンプ場いつもお世話になってるんですが、ちょっとね残念なことも今回はありましたね。昨日が月曜日で、月火水と行くつもりでいたんですが、その前が当然は日曜日で、週末の方ですかね、結構第三キャンプ場もゴミが散乱、まあ散乱というほどではないんですが、結構落ちていて、であと駐車場にもね、こんなもの置いていくかっていうようなものが、あったりしまして、あの第三キャンプ場なんていうのはね、わりかし黒人っぽい人が多いようなんですけども、それにしてもね、焚き火の始末やりっぱなしで、なおかつそこにタバコの吸い殻ね、これを捨ててってるんですよね。まあ多分ね、携帯灰皿かなんかに入れてらっしゃったんでしょうな。でそれで持ち帰ってくれりゃいいんだけど、それを最後に焚き火のもう燃え尽きたところに捨てていくっていう、あのパターンはちょっとよろしくないですね。それから薪を束ねてあった針金ですね、それがぶん投げてある。あとパラコードですとかね、あとは、プラスチック製のペグの折れたやつですとかね、なんかいろんなものが今回は目につきました。ちょっと残念です。駐車場にはね、ホームセンターで買ったような炭ビニール袋に入れたまんま放置、派手な色の紙袋、タジン鍋かな、タジン、瀬戸物でできた黒いねタジン鍋みたいなのが駐車場に置きっぱになってて、で何だろうと思って中見たら、中に食材が残ってて、それがもうカビだらけ、ひどいっすな。あんなものを放置していきますかね。ちょっと今回は考えられない。まあね、あそこのキャンプ場はご夫婦でね管理されてらっしゃって、とても旦那さんがねもう毎日毎日汗水垂らして一生懸命管理してらっしゃるんですけど、今回はねちょっと風を召されてたらしくて、あまりこの数日間は多分出てないんでしょうね。だから今回いつもだったらね薪をちょっとお願いするんですけども、今回はそれもちょっと遠慮しましてね、まあ薪は自分でなんとかしますからいいですよということで、前からそういうゴミを放置していっちゃう人もいたんでしょうけども、それを多分管理人の方がね、一生懸命掃除をしてくださったんだと思うんですけども、今回はそれがまあできなかったから、まあ目についたんでしょうけどね。だから管理人さんが掃除してくれるからいいだろうっていう、そういうもんでもないと思うんで、やっぱりキャンプ行っててめえで出したゴミはてめえで持って帰るっていうのはやっぱり本来ですからね。まあ焚き火の処理はね、なかなか初心者の方は難しいかもしれませんけど、まあ、せめてね、ゴミはね持って帰ってほしいですわな。炭はね、まあ見方によっちゃ自然に変えるっていう部分もあるので、それはまあまあ致し方ないとしても、タバコ、プラスチック、針金、パラコード、そういうようなものね、しっかりと全部拾って持って帰ってほしいですな。一
一瀬高原キャンプ場っていうのはね、山梨でも道志の森キャンプ場と並んで、あの直火のできるね、数少ない、キャンプ場でもありますんでね、ああいうことになってしまうと、いずれもう直火やめてくれ、もう後始末が大変だからやめてくれっていうふうに管理人さんが言い出したら、直火のできるキャンプ場また減ってしまいますからね。ですからせっかくね、いいキャンプ場なんで、ああいうキャンプ場は利用する側もね、一緒になって守っていかないと、どんどんあの管理キャンプ場みたいな、もうファミキャンしかできませんみたいなことになってくると、ソロでねゆっくり自然を楽しみたいなっていう方がね、どん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 やりづらい環境になっちゃいますから、Leave no trace っていうね言葉ね、最近よく皆さんおっしゃいますし、私もまあ心がけてはいるんですけども、まあノートレースなんて言ったって、私だってね、焚き火をすりゃ石に米跡が残ったりもしますし、全くここでキャンプしたかどうかわからないなんていうことにはならないとは思うんですけども、ただそれでもね、せめて自分で出したゴミは持って帰るというぐらいはね、心がけたいですな。じゃないとそのうちキャンプもできない国になってしまいますよ。今回持って行ってね、よかったなと思うのは、まずね、バックリーバーのアドベンチャー3、ステンレスの刃なようですけども、非常に切れ味良かったですね。やっぱりあのフラットグラインドの、コンベックスですけど、やっぱりあの逃げがね、薄いフラットグラインドのところで逃げていくっていうことで、非常に扱いやすかったです。ハンドルがね、最近ちょっとラバーハンドルに慣れているせいもあって、キャンバスマイカルタのね、ポリッシュされてるハンドル、非常に握りやすくて、心地もいいんですが、まあ、やっぱり硬いんでね、そこのところが、多少ホットスポットというわけではないんですが、今までちょっとこの1年近くね、ラバーに慣れてる人間にとってはちょっと硬いかなっていう感じはしましたけど、それだけであとはすごく使いやすかったですね。それともう一つはね、今回ねちょっとアックス斧をですね新調しまして、小型のね、例えばまあフィスカースの X7 ですとか、まあキャンピングアックスのような小型斧ですね、全長38センチぐらいのものですか、そういうものか、もしくは私がまあ持ってるハスクバーナー65センチくらいあるのかな、長いもので、それのねちょうど中間ぐらいのね斧が欲しいなというふうに思ってて、でそうしましたらグレンフォッシュブルックですか、グレンフォッシュの、小型フォレスト、スモールフォレストっていうのかな、これを入手して、持っていきました。でさすがにグレンフォッシュですね、切れ味のいいこと、いいこと、まあ、小型フォレストっていうのは枝打ち用というふうには言ってますが、まあ十分ねチョッピングも巻き割りもできますしね、刃が薄いので、それでまあ、チョッピング向けということになってるんでしょうけども、ネック、まあ、アイですね、斧目のところ、要はハンドルの差し込まれてるところですね、の膨らみ、あそこに行けば当然、まあ、割り裂くわけで、でそれまでのパーツが、まあ、比較的薄いせいか、入り方っていうか食い込みがいいんでね、すぐにそのハンドルというかアイのところまで、
達するので、薪割りも十分できます。それでやっぱりね、食い込みがすごくいいので、チョッピング機を倒したりとか、まあ、倒れててもそこからねちょっと適当な長さに切り出したりとか、まあ今回もねやりましたけども、その時の一発一打撃で入る刃の入り方がすごく鋭いですね。あれはやっぱりね、さすがですね、さすが斧メーカーですね。で、長さがね50センチ、 49.5 センチなんですね。ですからちょっとね、長さを測ったりするのにもちょうどいいですし、分かりやすいんで。でちょうどこの50センチ、重さが800グラムぐらいだったかな。ハスクバーナーがね 1.2 キロありますからね、そうしてみると400グラム、ちょっと大型のナイフ1本分ぐらい軽いですから、ですからね、軽くて切れ味が鋭くて、で刃こぼれ全然しないし、あのグレンフォッシュはさすがにいいものです。小さいね、細い薪をね集めてフッドストーブなんかでやるなんていう時にはまあいりませんけども、ある程度直火ができる、もしくは焚き火台を持っていくにしても、ま、薪をある程度自分で、プロセッシングしなければいけないという、そういう状況だったらこれからは必ず持って出たい一本ですね。ということで、残念ですが、一泊で、今回は、終わりです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方も一つよろしくお願いいたします。それではまた次回のビデオで。